みんなへのバレンタインのお返し、何にしようかな。本日からはこちらですよ。超高難易度クエストです。前にヒロからもらった指輪が左手の薬指にぴったりで、ここでサエさんの登場です。では超高難易度やっていきましょう。ここはできるだけフルメンバーで回しましょう。いつでも準備は OK よ。痛くしないでね。で、初回のこいつは物理攻撃が通りやすいみたいですね。なので戦士で回っていきましょう。ミネロはこんな感じで。よし。覚醒はいいね。気分がいい。で、こいつもどうやらバリア張ってくるみたいですね。なので設置系のスキルとかあると便利ですね。シャロちゃんは設置系のスキルが使えます。あ、大回復するスキルカード設置しておきましょう。こういうのもあると便利ですね。よし、では張っていきましょうかね。ちょっと早いな。もうちょっと遅らせていきましょう。削っててもいいですね。これは変えられるかな。変えられますね。私たちとやる気ってわけね。で、このメリーさんは物理防御を大ダウンできるっていう専用武器のスキルですね。これも使っていきましょう。私がサンタになって聖なる夜の夢を守ってあげる。よし、ちょっと離した方がいいですね、やっぱりね、これね。お、孤立もやってくるみたいですね。この孤立がかかってる間は交代ができないですね。入りますね、これ。この私にお任せあれ。よいしょ。よっしゃいけ。よし。では、とっておき一発撃ってみましょう。どのくらい通るでしょうかね。2連発かな。単発にしておきましょう。さあどう？うん、スタン取れますね。この感じでいいと思います。これですね、削っていきましょう。うまいこと入りましたね。削っていきましょうね。孤立が解けるといいんだけどな。解けましたね。孤立が解けました。で、ここで変えちゃうっていうのもありですね。小羽ちゃん変えちゃうっていうのもありですね。シャロちゃん出しときましょうか。これリキャストを早めたいですね。よし、これでいいですね。次、今度はですね、魔法攻撃が通りやすいですよ。なので、控えの魔法攻撃キャラクターですね。つまりは魔法使いを使っていきましょうね。よし、魔法防御を下げてきますね。よし、小羽ちゃん出します。張り切っていこう。よし、アップしますよ。チアパワー全開、みんな行くよ。オッケー。でもまあ一発殴ってでもいけそうですね。一発殴ってかな。バリア剥がしいのですね。モーリーあげよー。ああ、微妙に入んないのか。これややこしいですね、だいぶ。変な位置に入ってくるんですよね、これね。そうだな、2連発ぐらいちょっと試してみましょうか。ですね。どのくらい通るんでしょうかね。あ、結構通りますね。だいぶ通りますね。ターン取れるか。あ、取れましたね。完璧です。この感じです。しかも設置系のスキルもあるんで、ちょいちょい貯められますね。
よって感じですね。リキャストを早めましょう。うんですね。よし、では貯めましょう。この私にお任せあれ。これ小さくいきたいですね。あ、そうか、こうすればいいんですね。よし、では行きましょう。そうだな、このシャロちゃんとこに混ぜましょうかですね。こうすればいいんですね。で、この右側のやつが確か物理防御が通りやすいだったはずですね。なので、ブレンドエスのオーブですね。C の方ですね。よし。では3連発いきましょう。全部乗せちゃいましょう。単体ですね。小羽ちゃんの方に貼っときましょう。よし。ではいきましょう。3連発。こうでいきましょうか。ね。さあ、どのくらい通るか。ああ、いい感じに通った。これでいい。完璧。スタンは取れてると思いますね。さあ、どう？よし、これでいいですね。完璧です。いきましょう。もう2、3発いってそうですね。まだ、この感じですね。まずこっちの方倒しちゃいましょう。うわ、硬っ。硬い硬い。敵が硬いぞ。やられる前に。まあでも倒せちゃいそうですね。これ使ってみる。よし、ではラスト行きましょう。てな感じです。どんな問題？てな感じで超高難易度無事クリアできましたよ。何かあった時用に専用武器とかもちゃんと育成しておきましょうね。で、キララオーブ以外にもクリエオーブですね、アイドもちゃんと育成しておいた方が良さそうですよ。コンプリート報酬はエトアリウム1個ですね。というわけで、オールクリアできました。ありがとうございます。続いての個実談は3月の10日の0時から開放です。あと、専用武器のレベルが足りてない場合、あと、とっておきですね。レベルが足りてない場合は、こういうアイテムも追加されたんで、ぜひ試してみてくださいね。こちら、無償意思で交換できますよ。で、クリアできた方はこちらですよ。これ、二人のラブキングダムってやつですね。特殊称号。こちらはもう誇っていいですね。クリアできた方、ぜひつけてみてくださいね。僕もつけておきます。